おはようございまーす。わーお。オフィス、綺麗すぎ。はい、今ね、オフィスで到着したばかりなんですけれども、今回の動画はですね、皆さんにこの動画クリエイター、そして起業家の僕がおすすめするそのツールみたいなのをご紹介しようと思って Vlog 回してるんですが、天気良すぎん？とにかく天気というか太陽の入り方がめちゃめちゃいいんだよな。天気いいな。ここね、天気と今日はね雲があるから見えないんだけど、富士山と東京タワーとあと屋上行ったらスカイツリー見えるんですよ。あ、最高。コーヒー飲むか。嘘やん。早ー。太陽なくなるの早ー。おい、マジかよ。太陽がいいのに、このスタジオは。はい、皆さん、こんにちは。太陽が一瞬でなくなってしまったんですけれども。今回ね、PC あります。どんなね、ご説明をするかっていうと、動画クリエイターでもありながら、まあ、経営者でもある僕が、普段そのね、愛用しているその3つのツールを皆さんにご紹介したいと思っています。で、僕 YouTube でチュートリアル載っけていて、結構クリエイターのエフェクトトランジションみたいな感じでおすすめを伝えていたんですけれども、仕事の効率とかを拡張する、まあ、アプリケーションとか、ブラウザみたいなものはご紹介してなかったので、今回ちょっとね、動画クリエイターというか、まあ、別軸で、生産性を上げる上で、すごくね、おすすめしたいツール3つご紹介したいと思っています。OK! 早速ご紹介したいと思っております。まず1つ目はですね、ブレイブ。はい。これね、聞いたこと、まあ、ない方、いる方、半々かなと思うんですけれども、すごいおすすめする、いわゆるブラウザですね。で、聞いたことあるかと思うんですけども、JavaScript っていうコンピューター言語を考案し、Firefox を世に送り出した、ブレンダン・アイクというね、超トップクラスの、開発者が手掛けるブラウザでして、まあ、このブラウザのコンセプトとか、まあ、UI、UX、あとは、機能の部分か、がすごく、革新的なので、もう本当に素晴らしいです。で、何がすごいかっていうと、ブラウザに広告がないんですよ。はい。Google とかね、もう皆さんわかると思うんですけれども、やっぱ多くのね、ユーザーが使用して、そこでユーザーの情報を、抽出し、適切に広告を当てると。それでまあ儲かってるのが Google なわけなんですけれども、このブレイブは広告がないと。で、広告がないと何がいいかっていうと、ウェブページの表示速度が速かったりとか、バッテリーの消費が最大 66% も減ります。なので基本的にはもう最近このね、ブレイブばかりと僕は使ってますね。はい。やばい。フリーズした。だからね、僕の PC ね、調子悪いんですよ。マジで。そろそろ変えないと。なんで、ちょっとアップルさん、お待ちしてます。ってことで、じゃーん。はい、こちらです。ブレイブ。はい。まあ、本当にね、一見も普通のブラウザです。で、何が違うかっていうと、まあ、シンプルに広告がないと。じゃあ、仮にちょっと検索してみますよ。例えば、何で検索しよう。ブレイブでいきますか。はい。ブレイブっていう検索をすると、はい。もうこの画面見ていただければわかるんですけれども、広告がないんですよ。広告がない。広告って正直もうノールックで出てくるから、ストレス感じない方もいると思うんですけれども、まあ、プッシュとか、あとメディアとか見てるときに、結構ノイズじゃないですか。それが一切ないっていうのは、本当に素晴らしいと思います。基本的に Chrome で使えてる、動作みたいなものは、このブレイブでも使えるんですよね。今上にこういう風に、ブックマーク、一定あって、で、普通に検索した時は検索できると。
大川雄介。調べるとどうなんだろう。はい、まあいろいろキャリアハックの記事とかちらほら出てますね。はい、あざす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 。はい、で結構こういうウェブメディアとかでも広告ってあるんですけど、ブレイブで見ると広告がないと。だから広告がない世界を、まあ、この動画をね、見ている、皆さん、今日から体験できるということで、結構ね、ノンストレスですよ。自然とね。実は iPhone でもありましてですね、こちら、見て。見えるかな？ぴょん。はい。こんな感じで、先ほど僕 YouTube 見てたんですけれども、何がすごいか、めちゃめちゃすごいのが、基本的に YouTube のプレミアム、皆さん広告なくすために、あとバックグラウンド再生するために1550円かかってると思うんですけれども、このブレイブのアプリケーション使えば、 iPhone だけなんですけれども、本当に YouTube プレミアムと同じ機能が使えるんですよ。例えば僕の動画、はい、僕の動画出てきましたね。でこれをブレイブプレイリストっていうのがあるんですね。プレイリスト、プレイリストにこうやって追加すると、もうこれで広告がない、見れるんですよ。で基本的にピクチャーインピクチャー、これプレミアムと同じ機能ですね。なのでこれね、ピクチャーインピクチャーしながら他のアプリケーションをいじってバックグラウンド再生ができたりとか、インターネット接続してる時しか見れないと思う方いると思うんですけども、このブラウザーのプレイリストに追加すると、オフライン時でも再生可能になります。なので飛行機とか乗る前にいろいろねダウンロードしといて見るってこともできるんですよ。しかも広告なしですよ。なのでこういうね、なんかiPhone で使用するときもすごく便利だし、例えば Yahoo Japan を1ページ見るのにかかる通信料って結構かかるんですけど、ブレイブとかはもう最大で 60% ぐらいカットされるってことで、通信料とかを節約することもできるし、広告がないし、あとは普通にプレミアムで月額1500円かかってるものを削減できるっていう、まあめちゃめちゃいいブラウザがあるんですよ。なので、まあ、今回ね、ご紹介させていただきました。これはすごく個人的にもおすすめとなっています。アイスクリーム。ダイナーマト大川祐介、チョコミント、チョコチップ大好きです。いただきます。うまっ！二つ目。ノーションです。使ってる方いるかな？本当にこれはクリエイターでも、まあ、ビジネスマンの方でもぜひおすすめしたいアプリケーションです。なんでかっていうと、皆さんのこの思考をしっかり整理するためのメモアプリケーションですね。で一応こうやって、まあ、iPhone の、ね、アプリケーションもあるし、 YouTube のこのブラウザでデスクトップに保存することもできるし、僕は今こんな感じ使ってるんですけれども、例えば読書インプットみたいなもので、このジョブズのラストインタビューとかで、気づいたことをメモしたりとか、従来のこのデフォルトのメモとかもいいんですけれども、こっちの方がより構造的に、整理できると。これ僕ね、本のインプットでこうやってまとめてますけれども、全然動画クリエイターのクライアントワークとか、なんかその絵コンテ作りみたいなもので参考にするのも全然いいし、これテンプレートがあって、本当にいろんなデザインタスクみたいな感じで、こういうふうにタスクリストを、もうテンプレートがあるので、これをこまごまいじっていくっていうだけで、かなりね、おしゃれな、ノート管理ができるんですよね。これはクリエイターだけに限らず、ビジネスマンの方だったりとか、デザイナー、エンジニア、本当に全員にお勧めしたいノーションアプリです。ちなみにこのね、代表の方は、京都のあの世界観の、あのカルチャーに惚れて、このノーションのこの構造にインスピレーションを受けたっていうふうに言って、結構ね、カルチャーで日本があるんですよ。はい。ノーション僕愛用してるので、ぜひ皆さんチェックしてください。ラストアプリケーション、ピンタレスト。はい。今これ開いてるんですけれども、ピンタレストの使い方は結構ね、そのビジュアルのアイディアとかを見つける上ですごく優れているんですけれども、僕は映像表現のインスピレーションを受ける場としてピンタレストをめちゃめちゃ愛用してます。これ今ね、Vimeo の動画がピンタレスト上にずらっとあるんですよね。しかも、広告系のすごいカラーも良くて、映像表現も素晴らしいものを僕結構見てるので、それに最適化されて、こんな感じで一気にビジュアルでずらっと出てくると。で、これを僕は結構見て、
あ、次、なんか映像表現するときに、あ、こういう構図使ってみようとか、あ、こういうグレーディングしてみようみたいな。で、Vimeo をPinterestで見てる感じですね。で、Vimeoだと、やっぱりこのね、サムネイルがちっちゃくて、なんかなかなか検索するって難しいんですよ。インスピレーション湧くような表現見るのが難しくて。けど、このね、Pinterestで見ると、見ていただけるように、こんな感じで全部サムネイルで無数にあるんですよ。だからかっこいいサムネだなとかかっこいい色味だなと思ったら、こっから映像ピックしてインスピレーションを沸かせることができるとっていうのが、あの本当に僕のクリエイターとして の発想力を磨くっていう観点では、このねPinterestはもう最高です。で、僕以前はね、その髪切ってた時はメンズヘアとか、あのタトゥーとかいろいろね、そのビジュアルのアイディアとしては見ていたんですけれども、それが動画のアイディアにシフトされていったと。まあ、このねチャンネルを見てくれてる人たちっていうのは、やっぱりこのなんてだろう、クリエイターの方たちがすげえ多いと思うので、このピンタレストが一番刺さるかな。で、まあピンタレストを見るっていう観点でも僕ブレイブ使ってるんで、まあ、ブレイブっていうブラウザをデフォルトにして、で広告なしの世界を体感し、ノーションとピンタレストを使用するという流れが一番ベストなんじゃないかなと思いました。うん、3つのツールピンご紹介しました。いかがでしたでしょうか皆さん。はい、ちょっとカジュアル Vlog でご説明した感じなんですけれども、全てにおいて僕はおすすめしたいツールなので、ぜひ。でね、これねスタジオ今結構ねすごいいい感じに仕上がってきているんですけれども、うん、もう少しね整理整頓した上でスタジオセットアップツアー、スタジオツアーみたいなものをねやろうと思っているので、はい、引き続き僕の、ね、YouTube チェックしてみてください。あ、でも気候は最高だね。はい、って感じなんで、まあ、引き続きね、あの YouTube 投稿していきますので皆さんよろしくお願いします。今日のねこのツールご紹介で、まあ、実際皆さん使って感想とかあればね、たくさんコメントください。あのそのコメントを見て元気もらいます。はい、なので今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。画面録画しようとしたら落ちてしまったんですけれども、次は必ず成功します。画面収録オン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 。スタジオいいでしょ。今度スタジオのセットアップご紹介します、ね。